特別なプレゼント。朝早くみんなが公園に集まっています。みんな、やっぽろろ、やっほー。ぽろろ、内緒で来たの？クロンは気づいてないよ。クロンの誕生日だけど、プレゼントは何にする？おもちゃ。ロディ、僕らはラジコンロボットはどう？ラジコンロボット、うん、いいね。先を越されちゃった。じゃあケーキ。レディー、私たちは誕生日ケーキはどう？わー、いい考えね。ボビー、絵はどうかしら？絵か。そう、クロンをかっこよく描いてプレゼントするなよ。うわ、クロン喜びそうだね。ステディー、いい考えね。僕はもう決まっているんだ。どんなのか気になるわ。まだ秘密。どうしよう、まだ何にするか決めてないのに。ポロロはプレゼントのことで頭がいっぱいになりました。クランクランクラン。ただいま。プレゼントどうしよう。そうだ、クロンの好きなものを探してみるか。これもこれも、これも違う。いいものがない。どうしようかな。クラン、クラン、クラン、クラン。いいよ。クラン、読むよ。昔々、魔法のランプを持つ少年がいました。少年が魔法のランプをこすると、ランプの精が現れ、クラン、少年の願いを叶えてくれました。クラン、クラン。自分も魔法のランプが欲しいだって？クラン、これだ。クラクラ。数日後、クロンの誕生日が来ました。誕生日おめでとう、クロン。プレゼントを開けてみたら、クラン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 。それは私たち。どうぞ開けて。クラン、クロンとそっくりにできてる。クラン、本当だ。クロン、僕たちのも開けて。クラン、クラン、クラン、クラン。ロディと一緒に作ったラジコンロボットさ。クラン、クラン、クラン。ダンスができるんだ。クラン、クラン、クラン、クラン。次は私たちの番よ。こっちに来て。わあ、大きい。じゃじゃん。わあ、素敵。クラン、クラン、クラン。ポロロ、プレゼントは何？持ってくるね。クラン、はい、クロン、おめでとう。クラン、クラン。ベル一つだけ？本当に？このベルは少し違うんだ。願いを叶えるベルだよ。願いを叶えるベル？クロンがベルを鳴らすと、僕が願いを叶えるんだ。うわぁ、クラン、クラン、クラン。お呼びでしょうか？クラン、クラン、クラン。歌を歌ってほしいんだね。いつも元気な友達。クラン、クラン、クラン、クラン。うん、ダンスもだね。いつも元気な友達、かわいいペンギンポロロ、お茶目でキュートな親友、ポロ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 ロ。気に入ってくれた？クロン、クラン、クラン、クラン。
みんな、そろそろケーキを食べましょう。いいね。クラクラクラ。おいしそう。いただきます。お呼びでしょうか。クラクラ。ああ、クロン、はい、水。ベルを鳴らすから、ポロロはクロンの言いなりね。クロン。誕生日パーティーを終えたみんなは一緒に公園に遊びに来ました。クロンが鬼。クロン。クラ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 。あんね、クラクラ。僕が。クランクラ。わかった、やるよ。4、5、6、7、8、9、10。もう行くよ。あ、クロンだ。みんなどこかな。クロン見つけた。クラン、クランクラン。ダメだよ。クラン、クランクラン。わかったよ。クラン。クロンだけまだなの？クロン、出てきて。クランクラン。クロン。わ、隠れるのが上手だわ。すごいよ。真っ先に見つかったのに。みんな、次は何をする？クラン、クランクラン。よし、準備はいい。クラン、クランクラン。クラン。僕が回すの？クラン、クラン、クラン。ありがとう、クロン。クラン。じゃあ、お願いするね、ポロロ。わかった。じゃあ、行くよ。やっほー、クラッシー。おやおや、クロンはお腹が痛いようです。できない。誰のおならだ。クラクラクラ。クロンだったの？クラ。え、いやだ、それだけは。クラ。みんな、さっきのあれ、実は僕なんだ。ごめん。なんだ、ポロロだったの？道理で匂いがきつかったのね。ポロロ、先に帰るわね。僕も。あ、みんな。クラクラ。クロン。ポロロはクロンに願いを叶えるベルをあげたことを後悔し始めました。なんだこれ、あ、めちゃくちゃだ。クラ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 クロン、一緒に掃除をしよう。クラクラクラ。僕一人でしろって。クロンの誕生日だからやるか。クラ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 クロンに怒ったポロロは出て行ってしまいました。クラン、クラン、クロン、今日は僕がランプのせいになってあげるよ。誕生日おめでとう、クロン。クロン、早いよ。クロンは自分のために頑張ってくれたポロロの姿を思い出しました。早いよ。クラン、クラン、クラン、クラン。クロンはポロロのいない間に掃除をしました。
ポロロが家に帰っていますね。お、クラン、クラン。お、クラン、クラン、クラン。おー、クラン。片付いたね。クラン、クラン。クラン、クラン、クラン、クラン。クラン、クラン。願いを叶えてだって。クラン、クラン。クラン、お、クランクラン、はいやいや、ポロロの妖精と遊びたいって、クラン、パイヤイヤ、パイヤイヤ、いいよ、僕が叶えてあげる、クランクランクラン、クラン、じゃあ一緒に遊ぼう、クランクラン、はい、ビビビビ、ポロロロボット出動。クロンにはポロロが一番のプレゼントですね。誕生日おめでとう、クロン。今日はサンタになってみんなにプレゼントを配るぞ。サメオーハッピーメリークリスマス、サメオーハッピーメリークリスマス、サメオーハッピーメリークリスマス、ハッピーニューイヤー。今日はハッピーメリークリスマス、サメサタさんやってきた、ポロロがプレゼント開けたらメリークリスマス、おはっはっは。今日はハッピーメリークリスマス、サメサタさんやってきた、ルーピーがプレゼント開けたらメリークリスマス。メリークリスマス。今日はハッピーメリークリスマス、サメサタさんやってきた、エディがプレゼント開けたらメリークリスマス。サメオーハッピーメリークリスマス、サメオーメリークリスマス、メリークリスマス。ペティの贈り物。みんながルーピーの家に集まっています。大丈夫？大丈夫？エプロンが破れちゃってる。すごくお気に入りのエプロンなのに。ルーピー、裁縫セットはある？ここをこうして止めれば。できたよ。ありがとう。わあ、私の顔ね。すごく素敵よ。ペティ、服とかも作れるの？もちろん、作ってあげようか。作って。クラン、みんなも任せて。ありがとう、ペティ。どんな服を作ろうかな。あ、そうだ、会いに行けば思いつくかも。ペティはみんなに会うため外に出ました。
こうしてこんな風にしよう。じゃあ行くね。じゃあね。次にペティはエディの家にやってきました。エディ、いらっしゃい。何してたの？ああ、金槌を探してるのさ。金槌？あ、見つけた。でも釘がないな。どこかな。あ、ここにあった。そうだ、ドライバーも。はい、ここよ。あれ。そうだ、これこれ。エディの服はこのデザインね。これでよし、エディ、私帰るね。じゃあね。どこに入れたんだろう。ヤッホー、ペティ、よし。ヤッホー、ロジー。手に持ってるのは何？これ、みんなに送る服のデザインよ。ダメ。よし、捕まえた。さあ、どうぞ。ありがとう。そうだ、ロディは腕が伸びるからね。これでよし。じゃあ、私は行くね。バイバイ。あとは、ポビーとハリーだけね。みんな、みんな仲良し。ヤッホーペティ、おっと。急に手を挙げたら危ないでしょ。もうごめん。ハリー、大丈夫？もう気をつけてよね。あ、これだわ。何を書いてるの？服のデザインかしら。明日、ポロロの家で見せてあげる。本当？すごく気になる。とにかく期待してて。また明日ね。じゃあね、ペティ。ペティはみんなに会って家に戻ってきました。できた。さあ始めるわよ。ここを切って。痛い。ペティはみんなが喜ぶ姿を想像し、徹夜で服を作りました。みんなはペティが作った服を見ようとポロロの家に集まりました。どんな服ができたのかな。スーパーマンみたいな服がいいな。僕はかっこいい博士がいいな。僕はかっこいいスーツがいい。私も。私はお姫様。みんな集まったのね。やっほーペティ。服はできた？早く見たいわ。できたよ。順番に着てみる？まずはポロロとクロンからね。やった。着替え終わった？着替えは終わったけど。ねえ、早く出てきてよ。個性的な服だね。この服はふかふかだから転んでも怪我しないの。どう？気に入った？ ありがとうペティ。変なの。次はエディとロディの番よ。こうして道具を入れておけば絶対になくさないわ。そうだね。ごめん、袖が長すぎて。どう？これなら腕が伸びても大丈夫。よかった。次は特別な服よ。ボビー、ハリー、なんだか不安ね。そうだね。ボロロ。どうかな、その服ならギターを弾きながら歌えるでしょ。そう、じゃあやってみるわ。わあ、音がちょっと。ところで肩の飾りは何？
ああ、あれはハリーが座る椅子よ。本当？わあ、快適ね。ポビーの服は素敵ね。そうでしょ。次はルーピーよ。すごくかわいい。ルーピーが好きなお姫様だね。どうして手を隠してるの？それが、鍋つかみがついてる。わ、手が大きい。うん、これなら料理するとき、やけどしないでしょ。うん、ありがとう。手がすごく大きいね。ほんとだ。自分たちはどうなの？確かに、エディのはポケットが多すぎる。君たちこそ、雪だるまみたいだ。なの、ちょっと、やめなよ。あ、きつい。ペティ、もう脱いでもいい？これは着れそうにないよ。クランクラン。うん、みんなも嫌なら脱いでいいよ。私は帰るね。あ、ペティ。ペティはがっかりしたはず。そうよね。どうしよう。気に入ってくれると思ったのに。一生懸命作ったのに、みんなひどいわ。次の日の朝になりました。誰かな？みんな、やっほー。どうなってるの？昨日は嫌だって言ってたのに。着慣れたら意外と楽だったんだ。ペティの言った通りだったよ。そう言うと思った。せっかく新しい服を着たから遊びましょうよ。早く行こう。行こう。みんなはかくれんぼをすることにしました。じゃんけんで鬼を決めよう。待って、じゃんけんは無理かも。そうよね、どうしよう。大丈夫、違う遊びをしましょう。そうしよう。みんなはペティが作った服を着て遊ぶ姿を見せたかったのです。楽しい。気をつけてよ。大丈夫？大丈夫だよ。僕が先に乗ろう。クランクリャン。クランクリャン。私が止めてあげる。大丈夫？ね、ペティ。ごめん。ねえ、みんな、ちょっと集まって。あのね、私が開けた服は着ない方がいいかも。なんで？変な服を作ったから遊びにくそうね。ごめん。じゃあ、もう脱いでもいいの？クラクラ。新しい服を作るわ。いいよ、大丈夫。大丈夫、次こそはちゃんと作るから。あ、デザインが浮かんだわ。早く作ってみなきゃ。次の服はどんなデザインになるのでしょうか。ペティ、わーい、明日は楽しいクリスマスだ。私はもっと楽しんじゃおう。クリスマスを迎えよ、迎えよ、迎えよ。こんがり生地を焼いてクッキーを作ろう。カリ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 。
もう寝ようと。クリスマスを迎えよ迎えよ迎えよ、サンタさんどうぞ、クッキーとミルク、メリ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 クリスマス。ほほほ、メリークリスマス。今日はポビーの誕生日です。ポロロとクロンがポビーのプレゼントを作っています。箱に入れればプレゼントは完成。お、クロン、どんなプレゼントを用意したの？トラック。トラックなんだ。僕のは汽車だよ。どう？綺麗だろう？いきなりどうしたの？あ、とりあえずこれをしまって。クロン、僕のは終わったよ。君も早く準備してポビーの家に行こう。クロン、クロン、え、先に行ってていいの？クロン、うん、わかった。じゃあ後でね。クロン。ポロロは一足先にポビーの家へ向かいました。クロン、クロン、ああ、クマのぬいぐるみですね。うわ、素敵だよ。クラン、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 クラン。ポロロがポビーの家に到着しました。ポビー。ポロロかい？入って。やあみんな、よく来たね。こんにちは。みんな来てたんだね。クロンはどうしたの？うん、プレゼントを作ってるんだ。すぐ来るはずだよ。あ、お誕生日おめでとう。うん、ありがとう。いっぱいもらっちゃったな。なんだろう、プレゼント気になる。順番に開けてみたら？そうよ。うん、やっぱりクロンが来たら一緒に開けよう。みんなが待っているのにクロンはどうしたんでしょう。クラーン、クラーン、クラーン、クラーン。あれ、ドアが開いてしまいました。夕方になりました。みんな待っているのにクロンはまだ来ていません。なんでこんなに遅いんだろう。なんでだろう。僕が連れてくるね。僕も一緒に行くよ。私も行く。僕もみんなはクロンを迎えに行きました。クロン、クロン、お、あれはポビーにあげるプレゼントだ。壊れてるよ。クロンはどこに行ったんだろう。あ、プレゼントが壊れちゃって落ち込んでいるのかも。クロンは遊び場にいました。クロン、やっと見つけた。クロン、サッカー、ブランコに乗ってたんだね。クロン、ここにいたんだ。プレゼントありがとう。今までで一番素敵なトラックだったよ。クロン、とりあえずポビーの家に行こう。そうだよ、一緒においで。クロン、あれがクロンからのプレゼントだろ。クロン、本当に素敵なトラックだね。クロン、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 ありがとう。みんなパーティーを始めましょう。1、2、3。ハッピー
ここに置いておこう。ハッピーバースデー、ディアコーギー。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー、ディアポービー。ハッピーバースデー、トゥー。みんなの気持ちが一番のプレゼントです。ポビー、お誕生日おめでとう。村に朝がやってきました。ポビーとハリーは何をしているのでしょうか。明日はハリーの誕生日、すごく嬉しい。去年の誕生日には何をもらったっけ。ハリー、これ誕生日プレゼント。縄跳び、お誕生日おめでとう。ありがとう。これ何。僕からのプレゼントはおもちゃの飛行機だよ。大きすぎるよ。さあ、栄養満点の人参ケーキよ。人参は嫌いなのに。今年は僕が欲しいものをもらいたいな。いい方法はあるかな。いい方法。そうだ、いい方法があるじゃないか。ハリー、僕を取ったの。うん。いきなりどうして。お、なんとなく。うん、そうだ、僕ちょっと出かけてくるよ。それじゃあまたね。お、どうしたんだろう。うまくいった。ハリーのプレゼントを準備しなくちゃ。ロディ、そっちをもう少し締めてみて。プレゼント完成。ハリー喜ぶよね。そうかな。気に入らないわけがないよ。このエディ様の発明品なんだから。なんだあれ、僕の予想通りだった。ダメだ。ハリーにはもう少し小さいプレゼント。ロディ、ハリー。いやー、ハリー、キャー。どうしたの。僕歌を作ったんだけど聞いてみてくれない。う、歌聞かなくても。聞きたいって。じゃあ聞いてみて。ジロジロ自動車大好きさ、僕にぴったりの小さい自動車。ジロジロ自動車、小さい自動車。どう。お、本当に面白い歌だね。ねえ。それじゃあ僕は行くね。ところでどうして急に車の歌を歌ったんだろう。誕生日プレゼントに欲しいのかな。小さいおもちゃの車。うん、早く作ろう。作戦成功。次はペティのところにでも行こうかな。ペティ、
僕の歌を聞いてみない？キラキラ衣装を着て歌を歌えば本当幸せだろうな、嬉しいだろうな。どう？僕の歌。あ、素敵ね。それじゃあ僕はこれで。じゃねん。今回は別の縄跳びを準備したんだけど、これじゃダメね。ルピー、ルピー。お、ハリー、どうしたの？お、それは、あ、お菓子だ。あ、美味しそうなお菓子を見たから歌を思いついたよ。どんな歌？聞いてね。いちごいちごケーキ、本当に美味しい。クリームにいちごがポンポンポン。いいでしょ？うん、ハリーがいちごって言うから。いちごって言うから急にいちごジャムが食べたくなったわ。そうじゃないんだけど。あ、待って、他の歌もあるんだ。他の歌？聞いてみて。いちごいちごのケーキ絶対食べたいな、誕生日パーティーにはやっぱりいちごのケーキ。あ、あ、歌を聞いたからなんだか明日いちごのケーキを作りたくなったわね。あ、そう？なんだか不思議だね。明日はハリーの誕生日だけど何をプレゼントすればいいかな。あ、サッカーボールはどう？クランクラン。バット？クラン。うん、プレゼントにはサッカーボールだよ。クランクラン。サッカーボール。ジャンカー。マカナ蝶ネクタイがすごく素敵、明日僕の誕生日プレゼントにくれたらいいな。それじゃあ僕はこれで。ネクタイ？プレゼントは蝶ネクタイにしようか。これでわかったよね。みんなハリーの歌の通りに誕生日プレゼントを準備していますね。はどんなプレゼントを催促しようかな。あ、笛がいいかも。うん。うん、プレゼント準備完了。ポピー、ポピー。お、ポピー。ハリー、どうしたの？ポピー、僕が歌を歌ってあげる。ピリリリリピリリ、素敵な音色、僕に笛があればすごくいいのにな。どう？歌詞がとってもいいでしょ。どうだったの？ああ、本当によかったよ。よかった。それじゃあ僕はそろそろ帰るよ。お、うん。あ、明日が早く来ればいいな。朝になりました。今日はついにハリーの誕生日です。そろそろ来るはずなのに。ハリーはまだ寝ているよ。それじゃ早く行って驚かせよう。あ、来たみたい。ハリー、早く帰って。朝からみんなどうしたの？誕生日おめでとう。びっくりした。ありがとう。あ、僕が好きなイチゴのケーキ。ふう、誕生日おめでとう。さあ、これプレゼント。クランクラン。私だよ。じゃじゃん、気に入ったよみんな。どうやって僕の欲しいプレゼントを準備したの？ハリー、僕からのプレゼント。あは、僕が開けてあげるね。ありがとう。これなんだ？本じゃないか。あ、これは本じゃなくて。あとで見るよ。お腹すいた。ケーキを食べよう。うん、早く食べよう。ルービー、本当に美味しいよ。美味しいだなんてよかった。ハリーはホビーが心を込めて準備したプレゼントを開けもしませんでした。バイバイ。ありがとう。本当に楽しかったね。クランクラン。その、みんな。
どうしたの？その、実は…ハリーが僕に怒ってるみたいで…ハリーが怒ってるですって？気分良さそうに見えたけど…でも、僕のプレゼントは見もしなかった…どうしたんだろう？ハリーがボビーに歌を歌わなかった？歌って？ハリーが自分が欲しいプレゼントを歌にして歌ったじゃないか。そうよ。ああ、そういえば笛の歌を歌ってた。ああ、ボビーからは笛をもらいたかったみたい。ああ、そうだったんだ。こうしていられない。僕先に行くよ。ボビー本当に嬉しいな。ボビーのプレゼントを除けばだけど、僕やりすぎたかな。ところで、ボビーは何をプレゼントしてくれたんだろう。重たいだけだな、ほんと。僕の写真だらけだ。これは昨日撮った写真。ボビーはハリーの写真を集めたアルバムを準備していたようです。こんなにも素敵なプレゼントを準備してくれたのに、僕そんなことも知らずに。ボビーはどこへ行ったんだろう。ボビーはどうして帰ってこないんだろう。もしかして僕のせいで家を出て行ったのかな。ダメだボビー。どうしよう、怪我でもしたら。そうだ、早く行ってポビーを探さなくちゃ。ハリー、天気も良くないのにどこに行ってたんだよ。心配したじゃないか。ああ、それはポビー、ごめん。どうしたのハリー。ポビーが素敵なプレゼントを準備してくれたのに、そんなことも知らずに。僕がハリーの歌の意味にも気づかずに、つまらないプレゼントをしたね。ポビーのプレゼントが一番気に入ったよ。そう？そうだ、ここに他のプレゼントもあるんだ。笛じゃないか。音もいいし、大きさもちょうどいい。よかった。本当にありがとう。ポビー、僕が歌を歌ってあげる。ポビが最高、最高のプレゼント。ポビー、ポビポビー、最高のプレゼント。ところで、足りないものが一つあるんだ。ん？待ってて。アルバムに僕の写真しかないじゃないか。ああ、うん、よし。さあ、早く前を見て。お、ああ、さあ、はい、チーズ。チーズ。ハリーとポビーの仲の良い姿は本当に素敵ですね。ルーピーと貝殻。ポロロたちは海辺でボール遊びをしています。はい、えい、おー、それルーピー。うん、それ、よし、へい、僕が行くよ。へい、うわー、いやー、あやや、ポロロ、大丈夫？クランクラン。大丈夫だよ。よかった。クロン。ボールを拾ってくるね。ほい。あ、どこかな。あ、あそこだ。よし。星みたい。
でしょ。うん、本当に綺麗ね。クロンクロン、お腹が空いたね。もう家に帰ろう。うん、そうね、うん、バイバイ。またね。バイバイ。ペティ、家に遊びに行ってもいい？もちろん。ありがとう。一緒に本読む？うん、いいね。はい、ここに置いておこうっと。待ってて。ウサギは亀に気づかず寝ています。このままじゃ亀が勝っちゃうね。ん？ルーピー？あ、見てるよ。次は二人で積み木遊びをしました。ルーピー見て、素敵でしょ。お？さっきからどうしたの？お？あー、ルーピーは貝殻が好きみたいね。楽しく遊んでいると帰る時間になりました。ルーピー、またね。うん、バイバイ。あ、ペティー。ん？何？また明日も来てもいい？もちろん。ありがとう。また明日。じゃあね。ルーピーはこれが気に入ったのね。ルーピーは起きてすぐペティの家に行きました。ペティいないのかな。貝殻を見に来たのに。あ、あそこに置いてある。ありがとう。エディー。あ、ルーピー、いてよかった。こんにちは。どうしたの？大事なものが割れてくっつけられる？大事なもの、待ってて。何でもくっつけられる接着剤があるんだよ。どれと。うわ、さすがエディね。あった、使い方を教えてあげる。これでやってみよう。くっつけたいものに当てて、これを押せば。あれ、出てこない。おかしいな。なんだ。あ、くっついちゃった。うわ、どうしよう。離れないよ。僕が取ってあげる。じゃあ私はこっちを引っ張るわ。わかった。よいしょ。もっと強く引っ張って。あ、わかった。
ちの手は取れたよ。ねえロディ、足をどけて。くっついてしまった。え、ごめん、機械が壊れたみたい。そう。どうしよう。似たような貝殻があるはず。あ、あれは？あった。パラパラだ。あ、魚か。パラだだだだ。どうしたの？ルーピーとペティの友情は貝殻より美しいですね。